はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日は皆さんに素敵なね、ユリを紹介します。こちらです。これ八重咲きなんですよ。昔ユリって八重咲きにするのが1枚ずつ花弁を取ってワイヤリングして、こうアルメリアで作ったんですよね、ワイヤリングでね。それが普通にこうできちゃってるってすごいことですよね。今日はこのユリを使って可愛いね、ミニブーケを作っていきます。まあ、ほんとね、このユリを使うと全てがこうエレガントに仕上がりますので、ぜひ皆さんにまたエレガントなブーケをお届けしたいと思います。では早速作っていきましょう。どうぞ。はい、ここからは手元アップでいきます。まずこう捨て物の下をね、切っちゃいます。これはまあ短いブーケを作るんで、ステムが長いと邪魔になりますから、先にこう長さをカットしておくと作りやすいですね。でそれでは初めにこのね、キキョウランをまずこうばらして1枚1枚にしますね。そしてこう2、3枚このキキョウランを中で丸めて握り込みましょう。これがフラワークッションになりますね。このような状態ですね。そしたらカーネーションを入れます。次にトルコキキョウですね。トルコキキョウはこう月枝でいっぱい花がついてるのありますけれども、それをこうついたまま入れようとすると絶対に後でうまくいかなくなってしまうんで、一輪ずつに分けておきましょうね。でここでこうキノブラン、キノブランっていう細かい白い花を入れます。でここでナルコを入れ込んでいきます。はい、これでほぼ完成です。では結束します。はい、では正面から見てみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。なかなかエレガントにできてます。まあ、小さいといえどもこれ30センチぐらいはありそうです。このくらいの花束ですと多分すぐにねできるようになりますので、ぜひ皆さんも練習してみてください。でまたね、練習してこうお花がね習いたくなったという方は、ぜひねこの M フラワーデザインスクールへご入校ください。講師一同皆様のことをねお待ちしております。僕なんかはもうご会員さんというよりはみんな仲間っていう感じでお花を楽しんでどんどん上達していく、なんかこうスペシャリスト集団みたいになってきてますでは今日はこのブーケの紹介でした。また次回ね、素敵なお花を皆さんに紹介していきたいと思います。ではまたお会いしましょう。 See you next time。 ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も楽しみにしていてください。